ユリウス・ルーデルは、オーストリア出身の指揮者。ウィーンの法律家の家庭に生まれた。3歳でバイオリン、7歳でピアノを始める。ウィーン国立音楽院に進学するも、1938年、ナチス・ドイツによるオーストリア併合の後パリ経由で渡米へ。マネス音楽大学で勉学を続けた。1944年にニューヨークシティオペラで、 ヨハン・シュトラウス2世のジプシー岩石を指揮して初舞台を踏んだ。1957年から1979年までニューヨークシティオペラの音楽監督を務め、その間の1971年から1976年までワシントン・ケネディセンターの音楽監督を兼務し、1978年にはジュール・マスネのウェルテル・デ・メトロポリタン歌劇場の指揮台に初登場した。 グラミー賞受賞。1979年から1984年まで、バッファローフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を、歴任し、欧米各地の歌劇場やオーケストラに客演を重ねた。2014年6月26日、マンハッタンの自宅にて死去。ジュリウス・ルードル・ IMDB、ユリウス・ルードル・ディスコグス・ハット・ n y t i m e s c o m ありがとうございます。